活用品とか当時のままみたい。篠崎牧野が亡くなった後、誰もここに入らなかったのかしら。やっぱり怖いよ。私は大丈夫。ダメ。やっぱり帰りたい。手がかり、手がかりって言ったって。見当もつかないけど、牧野さんの遺品をできるだけ持ち帰ってみよう。やはり篠崎牧野の家で間違いないようね。これは持っていけないや。遺族の人はいない。他には、あ、写真。この人が牧野さん。開かない。
イクナ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 イクうちでよかった。みんな。篠崎、なんでお前一人でこんなことしてんだよ。私がやらなきゃいけないことだから。何？岸沼。サトシ、ヨシキに任せよう。私が始まりだから。始まりって何のだよ。全部私が悪いの。私のせいでみんないなくなって。悪いって何が。私が幸せの幸子さんなんて同じだよ。持ってきたせいだよ。まさかお前一人で全部の責任を背負い込んでんじゃないだろうな。なあ、俺たちは仲間だろ。
じゃあよ、頼れよ。一人で突っ走んなよ。いいか、今ここではっきりさせといてやる。あんなものお前のせいなんかじゃねえんだよ。死ぬまく、お前は悪くない。だからそんな風に自分を責めんなよ。岸沼、少なくともここにいるみんなそう思ってるだろう。ああ、ヨシキの言う通りだ。そうだよ委員長、もう一人で抱え込まないで。私みんなをもう巻き込みたくないから、自分で何とかしなきゃって。でも怖くて、私やっぱり何もできなかった。ったくバカだな。お前はよく頑張ったよ。いいからもっと俺たちを頼れ。バカってひどいな。あ、いや、だからよ。ありがとう。こうなってしまった以上、残された俺たちはみんなでこの現実を受け止めていくしかないんだ。受け入れるんじゃなく、ああ、少しでも良くしていくためにできることをする。気持ちはみんな一緒だよ委員長。あなたは何もできなかったなんてことはないわよ。篠崎あゆみちゃんね、無事でよかったわ。あなたは篠崎、お前がヤバいところに向かってるって、この場所を俺たちに教えてくれたのはこの人なんだ。丹羽愛子さんだ。ごめんなさいね、いろいろと調べさせてもらったわ。私は情報や霊能関係に詳しいの。篠崎日野江さんの妹さんなら、そうね、さえのきなほちゃんの友達といえばわかるかしら。え、なほさんの？お姉ちゃんのことも知ってるの？え？あなたのお姉さん、日野江さんはこちらの世界では有名人だったわ。あゆみちゃん、その右手開かないの？はい。あ、見せてみろ。痛い。無理に開ける必要はないわ。きっと時期が来たら自然に開く。あら？これは？気になる箱ね。これも開かない。なるほどね。ものすごい霊力。これはすごいわ。今晩預かっていいかしら。うちに戻れば開けられるかもしれない。はあ。まあ、今日はもう遅いから詳しい話は明日させてもらうわね。
なんで私の手の中に子供の歯が。